ようございます。いつも見ていただきありがとうございます。今日はハムカツを作ろうと思います。まずハム解凍します。そして卵を溶きます。そしてパン粉の用意と袋に小麦粉を入れます。あまり余ることなくきれいに使い終わりました。こんな感じで揚がりました。いい感じに出来上がりました。美味しいですよ。で、冷凍です。